冬の日差しを受けて輝くスコッティンデンサンベストボーゴイは、ノルウェーのヌールラン県にある島、またはその全域を管轄する自治体、ロホーテン諸島の一部からなる。行政の中心地は、レクネス町。1963年1月1日にボルゲ、ブスクネス、ホール、バルベルグの4自治体が合併し誕生した。人口は1万813人と、 ロホーテン諸島とベステローデン諸島で最も多い。ボルグにはロホーツルバイキング博物館があり、石と芝生で作られた推定80メートルの鉄器時代の族長の家などが復元されている。自治体名はベストボーグ島から取られた。ベストには西という意味がある。コノルド語では島を LF トンと呼んだ。1984年9月7日に国王の認可を得た。 現在の紋章には星たらが描かれている。この地は中世からノルウェーでも有数のたらなど星魚の生産地だった。ウタクレーブビーチレクネスの目抜き通りの夜島の南東岸には切り立った崖や山々がそびえているが、北西側は平坦で農地が広がっている。島民の多くは中心都市のレクネス、またはそのツインタウンで中央病院のあるグラブダルで暮らしている。 南東部には、バールシュタットや、沿岸急行線の復帰ル転テンも停泊するスタムスン、などの漁村がある。西海岸の一部を除くと、島の海岸線は、切り立っている。島西側のウタクレーブビーチは英、英市ザタイムズのヨーロッパ一ロマンチックなビーチに選ばれたほか、近くのハウクランドビーチもノルウェー市、タクプラデットのノルウェーで最高のビーチに選ばれた。レクネスでは、 毎年5月26日から7月17日にかけて、ビアクヤとなり、また、毎年12月9日から1月4日にかけては、極夜となる。スボレベルから西へ 68km、王からは東へ 65km と、地理的に、露方天諸島の中ほどに位置するレクネースは、スボレバルと並ぶ、同諸島の公益都市になっている。町の空港には、ビデロー航空が乗り入れ、 ボーとの間で毎日7便、スボレベルとの間で毎日数便が運行されている。また、小規模なバスターミナルもあり、露テン諸島を行くバスの拠点になっている。レクネスの港はノルウェーで最も重要かつ多くの観光客が来る港湾の一つである。ありがとうございます。